新選組。文久3年、近藤勇、土方歳三、芹沢鴨らを中心に、庄内藩豪式与川八郎による浪士組から別離する形で結成。以降、京都での将軍守護、及び治安維持を行う組織となり、慶応3年3月には、その功績から幕臣へと取り立てられる。しかし、それからわずか7ヶ月後の10月、徳川慶喜が大政奉還を行い、さらに12月には、明治天皇による王政復古の大号令が発せられ、徳川幕府は終焉を迎える。そうして明治新政府が発足するが、依然高い権力を有していた徳川方と新政府は対立、そして薩摩藩邸襲撃事件を皮切りに両者間で戦争が勃発、後に戊辰戦争と呼ばれるものである。新選組もこの戦いに旧幕府軍として参加、先に襲撃を受け負傷していた近藤に代わり土方が司令官となり新政府軍に立ち向かう。初戦は京都南部の鳥羽伏見での戦い。新選組は伏見奉行所の防衛戦に参戦、幾度となく突撃を仕掛けるが敗退。続く淀、千両松の戦いでは、6番隊組長井上源三郎を失う。その後、江戸へと進軍を続ける新政府軍の迎撃のため、紺与鎮部隊と呼称を変え、甲州勝沼の戦いに参加するがここでも敗退。江戸に戻るが、ここで2番隊組長、長倉新八、10番隊組長原田佐之助が離隊。近藤、土方は、千葉の流山にて再起を図るが、近藤が新政府軍に囚われ処刑され、1番隊組長、沖田総司も病死してしまう。そのうちに、江戸は新政府軍の手に落ち、旧幕府軍は北へと転戦することになる。旧幕府軍として参戦を続けることになった土方らは、続く宇都宮城の戦い、会津戦争にも参加する。しかし、ここでも敗戦が濃厚となり、立て直しを図る土方らは、会津を3番隊組長、斎藤はじめに任せ、仙台にて旧幕府海軍と合流。やがて会津戦争も敗戦の形で終結し、追い詰められた旧幕府軍は、蝦夷地へ移動。そこで最後の戦いに臨むこととなる。ゆかりさん、まだかかる？すみません、そろそろ行けます。あいよ。お待たせしました。お、いい感じだね、かわいい。えへへ、ありがとうございます。というわけで、今私たちは旧函館区公会堂に来ています。こちらは明治40年8月の大火により焼失してしまった町会所、商工会議所を再建する形で、明治43年9月、当時の豪商、相馬鉄平氏の寄付などをもとに建てられました。建築後は、大正天皇の北海道行啓の際の宿泊所とされたり、大正12年の商工会議所の移転以降には、演奏会や展覧会の会場としても利用されたりしました。戦時中は、軍の司令部や病院としても使われましたが、戦後は、再び市民のレクリエーションの場として利用され、昭和49年には国の重要文化財に指定されました。現在ではこうやって一般公開され、中を見学できるようになっています。ちなみに入館料は300円だよ。で、面白いのが、今のゆかりさんみたいに、衣装を借りて、歩き回ったり撮影できたりもするよ。料金はこんな感じです。いろんな衣装があって、それを選ぶだけでもワクワクします。お、ここからベランダに出られるみたい。いいですね。どんな感じでしょうか。行ってみよう。おお、函館港が一望できますね。だね。昨日函館山から見た時も思ったけど、綺麗な街だよね。ですね。さすが観光地として名高い函館って感じです。うん。ご飯も美味しいし、いいところだった。はい。それじゃ、今朝の問題、最後の回答をするよ。ええ、どうぞ。多分その人は、函館。いや、朝ごはん美味しかったね。ですね、網焼きのホタテとかイカとか美味しかったです。ね、ついついいっぱい食べちゃった。一通り取って完食してましたもんね。うん。さて、今日はどんな感じで巡るの？そうですね。今日はある人物に直接、もしくは間接的にゆかりのある地を巡ろうと思います。ある人物って？ふふふ、そこはちょっと思考を凝らしてみたいと思って。その人物は、最近私が読み始めた漫画にも登場する人物なのですが、それが誰なのか、3つ質問に答えますので当ててみてください。お、面白そうだね。質問のタイミングは？お任せします。ちなみに、回答も3回まで OK ですよ。OK。そしたら、そのゆかりの地を巡りながら質問するよ。はい、了解です。さて、
やってきたのは函館奉行所跡、またの名を五稜郭です。こちらは、日米和親条約によって、開港が約束されていた函館において、一度函館港の近くに設置された奉行所、防衛上の理由などにより、内陸部に移転する形で建設されました。上空から見ると星形になる形が特徴的ですが、これは設計に携わった函館の蘭学者、武田綾三郎によるもので、当時函館港に停泊していた、フランス軍艦の搭乗員から聞いた、城郭都市の構想に独自の工夫を加えたものです。ここ、航空写真で見ても、すぐわかる特徴的な形をしているんだよね。函館といえばって感じで、知ってはいたけど、奉行所があった場所だったんだ。はい。そして慶応3年の大政奉還を経て、明治政府が樹立すると、中央の動乱が嘘のように、スムーズに明治新政府への事務引き継ぎが行われました。しかし、そんな維新の動乱にどこ吹く風だった函館ですが、明治元年の10月、旧幕府軍の北上が伝わると、有事に備え弘前藩などに援軍を要請しました。旧幕府軍は函館港には入らず、噴火湾に面するワシの木から上陸、そこから二手に分かれて函館に向かいますが、峠下において函館府の襲撃を受け、交戦状態に突入、これにより戊辰戦争最後の戦い、函館戦争の火蓋が切って落とされました。なるほど、そうすると早速この五稜郭は防衛の役に立ったのかな？いえ、各地での敗退を繰り返した函館府は、もともと戦闘員不足だったこともあり、早々に五稜郭を放棄しました。あら、籠城戦とかにはならなかったんだ。ですね。それにより旧幕府軍は上陸からわずか5日で函館を占拠、それから一月も経たないうちに松前藩にも侵攻、蝦夷地の平定に成功します。そして、ここ函館奉行所を拠点に、函館政権を樹立。総裁には、選挙によって榎本武明が任命されました。函館政権なんてあったの？はい、対外的に認められたのは一瞬でしたが。ちなみに、元新選組の土方歳三も、この函館政権での陸軍における2番手、陸軍奉行並みに任命されています。へえ、元々農家の出身だったことを考えると、大出世だね。当時の旧幕府軍の立ち位置を考えると複雑ですけどね。さて、こちらは2010年に復元完了した函館奉行所です。残念ながら撮影禁止なのでお見せできませんが、中は博物館も兼ねており、函館の歴史についての解説などを見ることができます。料金は1人500円だよ。結構見るところ多くて、ゆっくり見ると時間かかるので、時間配分には気をつけてくださいね。さて、それじゃ一つ目の質問、いいかな？あ、そうですね。どうぞ。では、その人は旧幕府軍の人？はい、その通りです。ん、もしかして榎本武明？回答も1回目ですね。しかし残念、外れです。ぬ、ゆかりさんならその辺の、ちょっとマニアックな人選びそうだと思ったけど、あっちかな？まあ、まだ絞り込めるほどのヒントは出してないですからね。それもそうか。はい。ではこの後、奉行所の中を見学したら、次の目的地に移動しましょう。函館政権の樹立からおよそ半年、新政府軍は本格的に蝦夷地の奪還作戦に乗り込んできました。上陸は蝦夷からで、主に松前口、彦内口、二俣口の3つの進路を取ります。強力な新政府軍の軍勢を前に敗退を繰り返す旧幕府軍でしたが、一箇所だけ新政府軍が突破できない箇所がありました。それは元新選組の副長土方歳三が指揮を取る二俣口です。土方は数で圧倒的に優位だった新政府軍との激戦を制し、ついには撤退に追いやります。そうして前線を繰り広げた土方でしたが、残念ながら他方面での敗退を受け、強撃を避けるため五稜郭への撤退を余儀なくされました。そして来る5月11日、新政府軍による函館への総攻撃が始まります。未明から行われたこの奇襲攻撃により、午前11時頃までには函館の市街地が制圧され、函館山の麓に位置する弁天台場は孤立してしまいます。それを受けて土方は、これの救出のため、一本木関門方面に向かいました。弁天雷馬の救出に向かった土方は、一本木関門付近で狙撃され落馬。そして、そのまま力尽き、戦場に散る花となりました。享年、35歳。元農家の出身でありながら、最後まで指導を貫いた新選組の鬼の副長。ここにある、終焉の地の石踏みは、現在でも彼を慕う人たちによって手入れされ、綺麗なお花も添えられています。
こうやって聞いてみると、最後まで幕府という存在に忠を尽くしたって感じだね。そうですね。彼もまた間違いなく侍だったと思います。ちなみに彼の最後に関しては一つ逸話があるのですが、それは後で話しますね。了解。あ、二つ目の質問、いい？はい。その人は東京の日野にゆかりのある人？あります。よし、わかった。ゴールデンカムイだ。土方歳三だ。大外れ。島田海人二択になってたのに。両方外れ？外れです。あ、今のはおまけします。あ、ありがとう。うん、あと一回で当てれるかな。さて、ここで最後です。明治2年5月17日、最終的に無条件降伏を受け入れた榎本武明は、こちらに降伏の聖書を奉納。翌18日に五稜郭は開城し、函館戦争、ひいては戊辰戦争は終結しました。ちなみに、不公平なので教えます。問題の人は、終戦時には函館にいなかったので、こことの関係性はあまり高くありません。あ、ああ、わかった。あの人だ。三つ目の質問。日野に大事なものを届けた？はい。現代も残る大事なものです。よし、じゃあ言うよ。答えは、待って、どうせなので最後に行く予定の旧函館区公会堂で答え合わせしましょう。それで旅の締め、どうでしょう。なるほど、じゃあそうしようか。はい。その人は函館から土方さんの遺品を持ち帰った新選組の隊員、市村鉄之助だ。大正解。漫画はピースメーカーだね。はい、その通りです。ちなみにさっき一瞬言った土方の逸話は彼に関する話です。もはや負け戦を覚悟していた土方は若い大使たちを戦場から逃がしていました。その中に鉄之助がいたのです。そうして鉄之助は土方の遺品を受け取り、こちらも命がけで日野の土方の親戚の家まで届けました。そう、そこに土方へ忠を尽くしたもう一人の侍がいたのです。その遺品の中にあの写真があったんだよね。これですね。彼が命がけで日野へ届けてくれたおかげで、私たちは在りし日野土方歳三の姿を見ることができているわけです。だね。さて、今回の旅はここまでです。函館の旅、いかがだったでしょうか。ちなみに、お昼に食べた回るお寿司もとっても美味しかったよ。あとは、なんといっても函館山の夜景ですね。あれはぜひ直接見てほしいです。綺麗だったね。それと、縄文時代の遺跡も、今回行った柿の島遺跡の他にも大船遺跡とかもあるから、時間があれば行ってみたいね。ですね。では、名残惜しいけど、そろそろ帰る時間だ。はい、それでは皆さん、また。また会いましょう。ご視聴ありがとうございました。これからも日本各地の魅力をお届けしますので、ぜひチャンネル登録してくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。